よく質問とか来るのが、まあ、今の上下のひねりっていうかスピンだったんですけど、はい、まあ、横とか、はい、つく際のポイントとかあればぜひ。横結構難しいですよね。下横とか、まあ、真横とかいろいろ使うじゃないですか、やっぱり、はいはい、狙い方とか。狙い方っていうのがいろんな球によって変わってくると思うんですけど、はい、やっぱ言われるのが、みこしひねった時に左右をついてどれぐらい右か左にずれちゃうっていうものが、まあ、一番いろんな球に特徴があって違うと思うんですけど、はい、まあ、それによってやっぱ左右ひねると最初の狙ってる厚みがまっすぐよりかは厚く狙ったり薄く狙ったりすることが多いんですけど、うん、どの辺まで厚く狙うのか、どの辺まで薄く狙うかっていうのは本当球によって全くバラバラなので、うんうん、まずはそこを見つける必要があると思うんですね。なるほど。皆様が持ってる球でどのくらい、はい、飛ぶのかっていうのを。そうですね、まあ、よく言われるのが、そのひねった状態でいうと真ん中の胴体の構えてブリッジはこのまま、はい、このままもう軸ずらしみたいな形で、うん、このまま体を少し横にずらして右に行ったり左に行ったりする、うんうんうん、っていうのと、真ん中胴体について平行にブリッジをちょっとずらすみたいな、はいはい、まあ、難しいですけど、うん、そのままつくみたいな、うんうん、で結構これが、まあ、すごいみこしひねった時にズレが多い球だったら、はい、最初のこのままこう軸ずらして手を起こさないでずらす方があったりするんですね、うん、で逆にみこしがあまりない球だと、もう平行移動で狙いやすいとこもあったりするんで、うんうん、どっちが合ってるか、ハイテクシャフトとかじゃなくその球によってっていう感じで。そうですね、まあ、ハイテクシャフトの方がズレが少ないので、はい、平行移動にする確率が高そうなんですけど、はい、ちなみに土方プロは平行に、そうですね、移動する厚みの見方ですけど、もう今それを感覚で覚えちゃってるんで、うん、それをやってないですね。なるほど。あとはみこしが少ない球だと狙いの厚みがこの辺だとして、はい、今まっすぐ狙うところなんですけど、はい、この一応イメージボールに対してみこしがないってそのまままっすぐ行ってくれるっていうことなので、うん、手玉の胴点とイメージボールに向かう球先の場所を全く同じに持つことが結構多いです。例えばこの辺右上狙ったら、はいはいはい、イメージボールに対してここに向かってるっていう。あ、なるほど。これがみこしがある球だとそこに狙っても手玉がずれちゃってそこに行かないんですけど、うんうん、もうひねってもまっすぐ行ってくれるっていう球だと結構そういうイメージで取ってもらうと分かりやすいですかね。ちょっと角度あるふうにしますね。ここでじゃあ右を、あ、左をいっぱいひねって突く時に球先の方向って分かりづらいじゃないですか、はい、でその球先の方向をイメージボールとこの手玉のついてる場所を同じに向いてあげる感じです。普通にまっすぐ狙う場合は、うんうん、真ん中ついてこの球先が真ん中に向かっていれば、はい、まあ、手玉が真ん中に行きやすいじゃないですか、はい、ひねりも一緒で一番ひねりついた時にこの球先の方向がイメージボールの一番左に向かってあげる。あ、はいはいはい。でそのつき方で覚えてあげると、まあ、この状態でイメージボールを出す感じですよね、うんうんうん、でこの向かっている場所が一番入ってくれやすい場所っていうものを感覚で覚えて、はい、だん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 そこで入っていけるようにならないといけないですかね、うんうん、なるほど。どっちでもいいんですけど、まあ、これが おすすめっていう感じ。あのハイテク球だったら、ハイテク球だったら、はい、うん、これがみこしがあるとまっすぐ行ってくれないので、はい、このまま右にズレが出て、はい、この状態だと薄く飛んじゃうことが結構多くなってしまいますので、はい、ハイテク球だったらこの平行移動とか難しくて、はい、イメージ取りづらかったらまずはその感覚で向いてる方向を勉強してイメージボールをセットして、はい、じゃあ今度右でいきますけど、右ひねってこの右ひねったまま4番に対しても同じ場所に向かっている形です。もうこのタップの延長線上が手玉のことを通ってこの場所でもう平行で同じ場所を作るイメージで離して構えてみて、あ、これが見えた時の厚みなんだなっていうものをまずは感覚で覚えていくっていうものが結構ひねりでは必要かなとか、はい、ちなみにあのたまに思うんですけど、平行移動させるとして、はい、平行移動だと懐の感覚が違うっていうことなんですか。それと足全体を平行に移動させるのか、はいはい、手だけを、まあ、腕だけですかね。あ、腕だけ懐の感覚も少し変わるとは思うんですけど、まあ、手玉の範囲なんで、うん、そう、さほどってさほどってフォームを変えてまでこう一緒に、うん、こうずらすことまではないかなとは。なるほど、はい、手だけの範囲で、はい、このショットをコーナーポケットに落とすときに真上でこれぐらいのことなんですね、うん、平行移動はもうこういう感じです。あ、少し顔と腕だけをずらしてあげるっていう風な覚え方の方が、まあ、若
干今外には行くし、うん、左ひねると内には来ると思うんですけど、うんうん、まあ、その方が覚えやすいし、なるほど、全部ずらしちゃうとやっぱすごい難しいので、でひねり気をつけなきゃいけないのが、そのみこしの出る量っていうのは出玉とのスピード関係によって全然変わってきちゃうので、そこをうまくイメージしないとひねりはだいぶ苦戦しますかね。強いショットと弱いショットで全然みこしが変わるからっていう、はい、この9番をあっちに入れて、まあ、じゃあ手玉をこっちのクッションに入れるために右をいっぱいつきたいんですけど、はい、これも弱く右をいっぱいひねってここに入れるのと、はい、強くついて入れるイメージので全然手玉のみこしの量プラス、うん、最終的にはカーブのイメージを取らなきゃいけないんですけど、はい、弱くついた時っていっぱい右をついてみこしで少し遠ざかる動きはするんですけど、まあ、右をついてもいいんですけど、こういう9番の方にまた向かっていくカーブで戻る動きをするんですね、はい、それが強いショットだと遅いんですよ。カーブが出るのが遅い、遅い、はい、遅いのと速いので全然その狙ってる厚みが変わってきちゃうので、うんうん、みこしである程度厚みが分かってもスピードによって全くそこに向かわなかったり、うんうん、逆に向かってくれたりっていうものが全然違うので、狙った厚みプラススピード感はすごい大事に思ってもらった方が、うん、あ、このスピードでこの厚みに入んないけど、あ、この弱くしてこの厚みだったら入ったとか、はいはい、結構あると思うんで、はい、それを両方覚えないと結果的にいい厚みは覚えられないですかね。なるほど。じゃあ常に力加減意識しつつ、そうなんですよね、はい、ひねりと力加減はセットで考えるんですね。そこをかなり意識持ってもらって、例えばこの配置で優しくいくんだったら、イメージで言うとちょっと薄く狙う、薄く狙う分カーブでちょっと戻るんですね、うんうんうん、ただ同じひねり量で強く突くとそのカーブで戻ることがないので少し厚くなったりするんですよ。なるほど。その辺もうほんと微妙な感覚なんですけど、その厚みのズレを自分でもういっぱいついて分かるようにならないと、うんうんうん、どこを狙えばいいっていうものはもう本当に変わってくるんで。なるほど。じゃあこれに関してはもう記憶自体のもの、記憶ですね、厚みと動点とスピードの、うんうん、上だけなら全部同じ厚みなんですけど、あ、はい、右とかひねることに関してはスピードでそこで全く厚み手玉の捉え方が変わってきちゃいますので、はい、そこをセットに練習してもらった方が、例えばこの配置をひねりで、うん、じゃあ弱くついて毎回ここに止めようっていう、その力加減まで意識してもらった方が、これがまあひねりで入っちゃったとか同じ場所に当たってるけど動いちゃったとかっていうと、またそこで厚み全然変わってきちゃうかもしれないんで、まあ入んなかった時になんでずれたのかっていう原因がスピードなのかみこしの取り方なのかっていうものがどっちかであるかもしれないんで、はい、それを分かるように力加減と冷える量を両方とも練習してもらった方が覚えが早いかなとは思います。なるほど、分かりました、はい、すごい勉強になりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。土方プロといえばいろんなプロがおっしゃってたんですけれども、はい、ジャンプがめちゃくちゃうまいということで、はい、ちょっとジャンプショットについて、まあ、ワンポイントアドバイスでもなんかコツがあれば、まず大事なのが